木材に関するものです。これもですね、絵を描いて説明していけば分かる問題なので、説明をしていきたいと思います。木材の一般的な性質に関する記述として最も不適当なものはどれかという問題です。1番、木材の乾燥収縮は繊維方向が最も小さい。これは何を言っているかというと、このこちらをご覧ください。この繊維方向以外にも2つの方向があります。半径方向ですね、この楕円状のちょっとバームクーヘンみたいに切ったやつなんですけども、これの半径ですね、中心から外までの半径方向、そして円周方向ですね、この楕円のこの円のここの部分ですね、この方向、あとはこの言われている繊維方向、この縦の部分の方向ですね、この3つの方向があります。これが、乾燥収縮した時にどこが一番小さいかということなんですけども、繊維方向が一番小さいです。これは 100%、 例えば100センチあたりで計算すると、この円周方向、この楕円の方向が5センチから10センチ縮まります。そして半径方向に関しては2センチから5センチ、そして繊維方向が 0.1 センチから 0.3 センチ縮まるということになっております。これは暗記問題なんですけども、この方向というのはこの3つあるというのを覚えておいていただければと思います。1番が円周方向、そして2番が半径方向、そして3番目が繊維方向。この繊維方向が最も小さいので、この1番が合っているという流れになります。そして2番、芯材は偏材に比べて一般に耐久性が高い。これはこちらの絵をご覧ください。これは丸太をですね、ズバッと切って断面に見た絵になるんですけども、この外が偏材と言われるもの、そして中心の赤い部分が芯材と言われるものです。この芯材というものは偏材よりも比重が多くなって密度が高くなっております。ですので、この耐久性というのは、この密度と比重の高い芯材の方が耐久性が高くなるので、2番に関しては合っております。そして3番、繊維飽和点以上では含水率が変化しても強度はほとんど変わらない。この繊維飽和点というのは、これは一番上のこの絵をご覧いただきたいと思うんですけども、まずこの繊維というのは細かい糸のような物質を繊維と言います。この飽和点というのは水の水量がですね、マックスになることを、言います。なので、この飽和点というのは、この繊維、細かい繊維がの中の水が含まれている量がマックスまで来る点のことを繊維飽和点というんですけども、これはですね、こちらをちょっとご覧いただきたいと思うんですけども、まず木材の繊維というのはですね、これズバッて切って断面で見た図なんですけども、絵なんですけども、この中には結合水というものと自由水というこの2つの水が含まれています。この中にあるものが自由水、そしてこの青色の外側にあるのが結合水というものですね。これはですね、乾燥するとき、日光からの直射日光で乾燥していくとき、自由水から先に乾燥するようになっております。でですね、この自由水が 0%、 まあこれは 0% じゃなくてもいいんですけども、自由水が 0%、 それで結合水が 100%、 この結合水がすごい重要になってきます。この自由水が 100% から 0% のうち、まあ、0% まで減ったとしても、まだ結合水というのは残っています。この結合水が 100% マックスの時のことを繊維飽和点と言います。なので、この結合水というのが 100% でなければ繊維飽和点ではないということですね。なので、これは自由水がどれだけ減っても結合水が減らなければ木材の強度は変わらないということです。なので、この繊維飽和点に関しては、含水比が変化しても強度はほとんど変わらないというのは、この結合水が変わらなければ全然大丈夫ということを言っているので、この3番に関しては合っております。そして4番、密度の高い木材ほど含水率の変化による膨張収縮が少ない。これはですね、この含水率っていうのはここでも出てきたんですけども、材料に含まれる水分の、値のことを言います。こちらをご覧いただきたいと思うんですけども、この含水比が小、密度が小のものがこの絵になります。これは細胞なんですけども、細胞がたくさん詰まっていて、外側にこの水があります。この水の量が少ないと含水比が小さくなります。そして水の量も少なく、空気がたくさん入っているので密度も少ないということになります。そして含水比が多い、そして密度が大きいものは、これと全く逆のもので、この細胞が小さくて、そして水がたくさん入っているので含水比が大きくて密度が高いということになります。でですね、この問題に戻ると、この含水率の変化による膨張収縮が小さいというのは、これはですね、水がたくさん入っていれば入っているほどたくさん乾燥して収縮してしまいますし、逆に雨がたくさん降ったら
その分水がどん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 膨れ上がって膨張することになります。なのでこの小さいという方はこの含水比や密度が小さいときは膨張収縮が少ないんですけども、含水比が大きかったり密度が多かったりすると膨張収縮が大きくなるので、この4番に関しては間違っております。以上のことから今回は4番が間違っているので4番が答えとなります。